カルチャー。時刻は8時になりました。ライムスター歌丸です。 TBS アナウンサー宇内梨沙です。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといい7特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。いやむしろ世界あんまり変わんなかったけどそれもよしかなみたいな、そんなメールをご紹介するわけですよ。波風起伏こういったものではもうなくて、うん、もう十分高止まり。さっきねうなえさんの高止まり表現もう一回やってください。本当天井に頭ブブブブブブブってぶつけるような感じ。もう高くに止まっちゃって、もう水位がすごすぎて、ずっと天井に頭がこう あらゆる意味でいい状態に思えないんですけど高止まり、なぎのメールをいつ早速ご紹介したいと思います。ラジオネーム黄緑さんからいただいたなぎ物語です。子供の頃からゲーム好き。高校卒業後そのままゲーム制作の下請け会社に就職。猛烈に忙しいけど充実した10年間を走り抜け、2年前に某国内大手メーカーさんからお声がかかり、そちらへ転職することになりました。今私の日常は前途洋々、視界良好となるところ、最近ふとこのままでいいのかなと思うことが増えてきました、うん、というのも転職してから出会った同僚たちが話す大学時代の思い出話、サークル活動や様々な行事、恋愛、ゼミ、アルバイト、大変なこともあったと口では言いますが、みんなどこか楽しそうです。また同僚たちは大学を経て大企業へ就職したなりの常識や知識を感じる瞬間も多々あり、大学への羨ましさが日に日に募るばかりです、うん、そこである、ある日曜の夜、私は一年発起し社会人でも通える大学に入ろうと思い立ちました、うん、よくインタビューなどで子育てが一段落した主婦の方が大学へ入り直し、その勢いで会社を立ち上げ大成功みたいなニュースを見ます。素晴らしいですよね。また何の疑問もなくこれちょっと若干失礼な表現が含まれます、また何の疑問もなく三流大学に入った温室育ちのごぼう野郎に比べ、大人になってから大学に入り直すというのは本当に学びへの意欲が高いのだな、己を高めていくガッツがすごいのだなと、普通の大卒より一段高いレベルの尊敬を集めることができそうです。まあまあなんかわかる、ごぼうやろそこで私は早速ノートパソコンを立ち上げ、 W 大学や M 大学といった名の知れた大学のホームページを見たところ、驚きました。それらの大学のサイトには、社会人の皆さんへ、社会人受験はこちらからなどと書かれたバナーがあるわけでもなく、また生涯学習、社会学習などそれらしい項目に飛んでいっても、そこからさらに細かく枝分かれしていって、一体何が何やらわからない意地悪な迷宮のようになっているのです。迷路のようになっているのです。また私がなんとなく学びたいと思っているブラックホール、タイムマシンは実現できるなどについて、一体どの学科で教えてくれるのかもよくわからず、まあ物理なのかな、完全にお手上げです。なんということでしょう、私が普段慣れ親しんでいるアマゾンやヨドバシドットコムのサイトがいかにきちんと設計されているかと痛感いたしました。こうして私はノートパソコンの蓋をバーンと閉じ、大学デビュー計画は終わりを告げ遂げます。しかしむしゃくしゃした思いを抱えたまま寝床に入り、自分の学生時代のことをよく思い出してみたところ、やれ誰それが誰それと付き合っただの、いじめ、宿題、当番、クラス替え、体育祭、掃除など煩わしいことばかり。大学ともなればきっともっと煩わしいことが増えるのでしょう。それに比べ今は同僚にも恵まれて環境は良好、さらにコロナ禍が始まってからは通勤することさえなくなりました。しかもそれで毎月決まった額のお金まで振り込まれるのです。これを高止まりと呼ばずして何と呼ぶのでしょうか。今私はこうした凪の時間をなるべく長く楽しむため、空いた時間にスポーツジムに通おうと、スポーツジムのサイトをよく見るようになりました。スポーツジムのサイトはどこもとてもわかりやすいです。ご清聴ありがとうございました。今から10年前ほどの話です。当時ちょっと体重が増え気味だった僕は、当時同棲していた彼女と一緒にダイエットのため駅前のスポーツジムに入会。当時はバイト生活で時間に余裕があったこともあり、そのまま週5日のペースで通っていました。体重が落ち、さらに体に筋肉がつき始めていくのが楽しく、僕は徐々にハイになっていき、それこそピーク時には来たぜ人生のビッグウェブがくらいの高揚感に包まれていたように思います。なんですが、入会して1年が過ぎたあたりから徐々にジムから足が遠のき始めました。彼女には筋トレはやりすぎるとむしろ逆効果らしい、膝に違和感がある、これは放っておけない、今日はちゃんとした食事を取れないからなどの理由を彼女に伝え、実際に当時は心からそう思っていたのですが、今思えばそれは面倒くさいの一言で言い表すことができます。しかし当時は
せっせとジム通いを通い続ける彼女への引け目もあり、着替えを持ち歩いているのが人にバレるのって恥ずかしい、実は前からジム特有の匂いが苦手だったんだ家でくつろぐ時間も重要など自分でも何言ってるのかよくわからないことを言っていました、そのままずるずる来週には行くかもしれないと大会を先延ばしにした結果、入会から2年経ってようやく彼女に連れられ大会続きをしました、後半1年間はほぼロッカー代のためだけに月8000円を支払っていましたが、決して無駄なお金だったとは思っていません、なぜならあの時支払ったお金で僕が得たものはスリムなボディや筋力などではなく何者にも代え難い人はいつでも変わることができるという成功体験だったのです、人生における重要な真実をわずか月8000円で手に入れられたのは僕はむしろ幸せ者だったと言えるのではないでしょうか。ちなみに彼女とはその半年後に別れました。最近風の噂で結婚したという話を聞きましたが、それでも私の心は凪に守られたままでした。ジムね、これつまりそのやめるまでもこの間が空いてるところは僕は味わい深いと思うのよね。別にその、秋田はいやめますみたいな、そういう腰の軽ささえないっていうか、大会に手続き行くのにもケツが重いっていう。でもそういう、僕さ、ジムって実はそういう入会してやったことないから、はい、やっぱその、この感じってわかりますか？私、ジム2回大会してるんですけど。さすが。さすがです。昔、ニュース3っていう夜の番組を担当しておりまして、なんか、オンエア後って家帰ってもすぐ眠れないんですよ。だから、オンエア後の深夜の時間を有効活用してて、TBS の近くに24時間やってるのが2つあるんですよ。ありますあります。まず1つ通い始めたんですよ。でもね、やっぱ行かないんですよね、オンエア後にそんなわざわざ。やっぱ、その、範囲にはなってるけど、わざわざその、なんていうかな、ワークっていうかさ、歩いて、ね、歩いて、会社から出て歩いて、5分ぐらい、ところ、まず一つ目、まあ、赤坂ビズタワーの向かいにあると思うんですけど、細かく言ってますね、ありますね、確かに。そこは遠かったなっていう、ちょっとその、あんなとこ行けねえやと、仕事は。歩きすぎる、そしたらですね、その1、2年後ぐらいに、真横にもう一個できた、絵にたい、超真横、出て2分。確かに通い始めたんですよ。これはいける、結構ね通ったんですよ、割と深夜誰もいないし、いいね、快適ですね、快適なんですよ、テレビもついてるし、YouTube 見ながらちょっと歩いたりとか、あと後輩連れて一緒にちょっと同じ番組の後輩連れてちょっと一緒に行こうよって、スポーツコーナーっぽくていいよ、これ言ってたんですけど、この方と同じく1年ぐらい通わなくなって、でもずっとお金を払い続けてたんですよ。それなんで、いつか行くかもしれないって。その、そうだね、もう一度除籍されてない状態ね、いつか行くかもしれないっていう、もう一度、あと自分の可能性ね、行くかもしれないという可能性、やっぱり大会手続きをしに行って、スタッフさんに何か言われたら嫌だなって、しばらくやめちゃうんですか、お久しぶりで、あ、やめちゃうんですか、やめに来たんですか、気まずいのが嫌だ、そうだね、確かにね、っていうので1年ぐらい私もそれは気づかない、エニタイム多分1万円ぐらいしたんですよ、1ヶ月、でも24時間使い放題です。いや、そうです、使ってないです、使ってないです、毎月だから1万円ぐらいをずっと投資して、ただ無駄とは言い切れない、つまり24時間、私はいつでも生きうる、生きうる、あの俺がその本がね、その積んである本、読まないのに積んである本の本質とはこの本を読みうる俺、読んでない、読んでないけど、この本を読みうる俺っていう可能性がある、可能性、そう、開いといったよ、いつでもこっちにはいけるぞっていう俺なんだ、それは俺なんだっていうふうに、それと同じだよね、24時間いつでも生きる。ただ私はずっと、もったいないことしてたなっていう考え方だったんです、ずっと。で、今日このブレッド&バターさんのこれを読んで、この考え方、人はいつでも変わることができるという成功体験だったと、私はじゃあ何をその投資してた期間で得たのかというと、絶対続かないから二度とやるなっていう答えを得ることができたんです。そうなん、だから確かに毎月1万円お金払ってたけど、よかったなって思いました今。つまりその自分の適性を見極めるのに必要な、二度とこの手 の、あの会員登録系は続かないからやるなって要するにやる気になった時に行くやつっていうか、こと、というかもう人間として私は続かないっていうのが明確に分かったから、やらなくていいし、続くものは続いてるじゃん、デッドバイデイライトとかそういうの続いてるじゃないですか、エイペックスとか、いや、いつか飽ききますよ、まあ、デッドバイももうやってないですし、エイペックスも絶対飽ききますし、そりゃそうか、まあね、だから、
あのそういう結論が得られたので、なるほど、ね、急に自分を知れた、急に自分なんか高めようとか思って、うん、ちょっとなんかヨガ通おうかなって思っても、はいはい、絶対にやるなっていうブレーキを聞かせられるように、あの経験忘れたか、忘れたか、12万ドブに捨てた経験を忘れたかで入社1年目の時もホットヨガに通ったんですよ。出たホットヨガ、冬あの秋口ぐらいに通って、うん、気持ちよさそうだね。めっちゃ気持ちよかったんですけど、うんうん、冬になってからめちゃくちゃ湯冷めしちゃうんですよ、ホットヨガって。なるほど。家に帰るまで体ポカポカな、超寒いんですよ、うんうんうん、で、ま、夏、うん、超暑い、まあ、そりゃそうだ、ね、じゃあもう夏きつい、冬きつい、だから続かないんですよ続けてる人多分いらっしゃいますからね、うなぎささんの資質、資質の、はい、だからいろいろやってきたけど、うん、結論としては私はこういうものは続かないからやるなと、うん、いろいろ流行ってるんですよ。また会社の横にフィールサイクルっていう暗闇の中で爆音、音楽聴きながら自転車漕ぐ、楽しい楽しい運動、楽しみながら運動しようよみたいな、うん、あるんですけど、うん、ちょっと興味もあるんですけど、絶対続かないからやるな、やめろ、やめろ、やめろって、自分だから本当に、だからその自分と本当の自分と出会えたみたいな、そうです、ね、いいこと言いますね。自分のだからそうですね、性質っていうのをお金を払ったことで分かったっていう、うんうんうん、これだからその波の中に生きてる人には分かんないことよ。ナギになったから、ナギだからこう分かる、明鏡止水っていうじゃん、はいはいはい、これさ明鏡止水今日いっぱい出てきますけど明鏡止水、はい、こうやってピーってなったから、はい、あ私の顔ってこうなるわ、本当の自分の顔が映った、本当の自分はナギじゃないと見えねえから、あいいこと、これ波風だったら見えないでしょ、いいことよ、ふ、うん、ーってなったから分かるわけよ。波に乗ってると自分の力で動いてると錯覚しちゃいますよね。そう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 、あそれ波だから、波だから、これいいこと言った、ありがとうございます。なるほど、波物語とか言ってるけどね、はいはい、おめえそれ波の力だからな超力だから、そっか、うん、そう超力、お前は何もしてねえだろうと、単に乗ってるだけだからね。そうだよね、うん、だからフリーライダーってやつだ。ああ、うん、よくないかよくないっつうか、なんつうか、なんか新しい言葉、よくないっつうか、なんつうか、うんうん、さあ見えたなっていうね、っていう、だいたいさその年ってね、1月1日ここがお正月だっつったのはこれ恣意的なものですから、はい、別に暦に対して、別にその区切りなんではいつだっていいわけですから、はい、そんなものはね、なるほど、旧正月なんてもありますしね、ありますね、3月あたりとかにも騒ぎしますからね、うん、だからこうポイントポイントで、うん、ここが私の正月だと、うん、の、うん、集まれと、いやでしょうか、お金大好きゼニゲルゲさんからいただいた NAGI なぎ物語。僕は高校生の時に修学旅行へ行きませんでした。というのも修学旅行へ行く当時のクラスが僕を含めて3人だけが文化部で残りは全員運動部、しかも担任まで体育教師という究極の体育会系クラスだっただけでなく、他の文化部員とも気が合わないという自分の人生の中でなかったことにしているほどきつい環境でした。そんなクラスで長崎へ行ったところでどうせ向こうでぼっちになるに決まっているし、知らない街中で迷子になって悲しい思いをするに違いありません。わざわざ辛い思い出を作りに行くくらいなら行かない方がいいと思った僕は、無遅刻の解禁だった記録を修学旅行出発日だけ欠席、修学旅行をボイコットしました。両親からは修学旅行の思い出がないことを将来必ず後悔するよと言われましたが、しかしあれから30年近く経った今、未だに一度も後悔なんてしたことがありませんし、後に帰ってきた修学旅行用の積立金でネオジオ本体とガロー伝説2のソフトを買ったことの方がむしろいい思い出です。大正解きました。これはね、まずその親御さんの修学旅行の思い出がね、うんちゃらかんちゃらって、はい、そんな、まあ、そのまず気の合うやつらもいない、うんうん、ね、はい、っていうか何なら合わないやつらの囲まれてっていうところをまず無視しすぎてる上にですよ、うん、その通りですね、その修学旅行に行ってない人に、うん、その何ていうかな、いいのになんて言ったって、うん、その比較がないんだから別に、うん、そうそうそう、あの、あんたに余計なこと言われさえしなきゃ何にも生じねえんだよ、こっちには、うん、こっちの波風はさ、うるせえやバカ野郎って話じゃないですかそんなよく言ったね、しかもネオジオ本体とガロー伝説2ってね、超イケてるじゃないですかこれも、これはもう明白ですよね明白、どっちか天秤かけたらこれどっちがいいかというと、明白です、明白です、はい、僕はもうあの分かりますよ、あの中学旅行とかじゃないですけど、あの高校にもなるともう完全に何ていうかな、自分の行きたいように学校行ってました。これはすいません、母すいません、あの私の母母すいません、母すいません、聞いてたらすいません、はい、あのちゃんと単位とかはの数は計算して、うんうん、あの本当に必要なとこと、うんうんうん、あで無用なその何ていうかな、不快な思いを強いそうなところはもう行かないっていう、うんうん、
マネージメントしてたんです、ね、マネージメントです、うん、本当に素晴らしいですね。でもう普通に、大名出品と言いましょうか、なんていうの学校の場合なんて言うんですかね、なんて言うんですかね、遅れていく、悠然と遅れていくことをなんて言うんでしょうかね、まあもう行ってももうああどうもっていうああどうよって感じですか。いやもう別にはい何ですかっていう、ああすいません単位は足りているはずですが嫌な生徒ですね、それでね汗で入ったんだから文句あかばがやろうって話ですからね。確かに物でも出ませんね、なので、いいと思いますよ、なんかそのやっぱさ学校生活の何が理不尽ってそのクラスという単位ですよ、出ました、クラスという単位で、はい、なんか一括りにされて、でしかもそのクラスという単位の中でもさらになんか半決めとかしろとかさ、はい、はい、出ました、ね、こんな吹き倒れみたいなところでどうやって半決めどうしろってどうしたって外れじゃねえかこの野郎みたいな、外れくじから選べのもんですからね半決めなんて、私ども C 組というのは本当に吹き倒れとして知られてましたんでね、 C 組、ちなみに D 組がこのいわゆる体育会乗りというかでしたよね。だから私は吹き溜まり対してだったんで全然 C で良かったですけど、まあ D だったらこれはさぞかしねえ、居心地がね大変ですよね、ということでいいんじゃないですか、いや本当にね、なんか行くかどうか迷ったものって行ったら結局大したことないんですよ。あそう大体大胆な提言を、行ったら行ったでいいじゃなくて、行ったら行ったでいいよりも行ったら行ったで大したことないの方が私経験上いいと思うんですけど、学校行事ってさそのさ、予算の上限が決まってんじゃん、もうせいぜいだってそのさある意味さ予算の上限をさ、はいはいはい、決めることが学校という秩序を、その通りですね、はい、学校行事でだよ、はい、行って、はい、もう前うわーみたいなもう人生変える最高の出来事、はいはい、そんなあるわけないし、むしろあったら困っちゃうわけ、はい、先生方は学校はそこを整えてますちゃんと、そうそうそう、はい、学校はそんな人生変える出来事が学校の外で起こっちゃ困るんだから、はいはいはい、生徒同士のケミストリーで起こることあっても、学校がセッティングした中では100が決めたら100以上はなかなか起こらない、ていうかもうなんなら面白くなろうとしたらそれを全力で防いでくる連中じゃないですか、確かにそんなのはそうです、こっちがさそのこのクソつまんねえから、じゃあね部屋で宴会でもしようぜウェイって言ったら佐々木うるさいぞ、先生側からするとまっとうなことしか言ってないんですけどでもまあそういうことになりますよ、俺はでもねそのねなんつうのかな、その周りにお客とかもいない状態だからさ、はいはいはい、うるさいぞって言うけど、うんうん、お前らその知ってんぞその待ち合いとかで酒飲んでんの、飲んでますね、お前ら酒飲んでて、はいはいはい、で俺別にその修学旅行が楽しいよってそれこそ楽しい思い出ですよって言われてきてて、それを盛り上げるために、まだ夜10時とかですよ、なるほど、それでうるさいぞはねえだろバカ野郎と思ってしかもみんな騒いでんのに、佐々木の声だけよく聞こえた、褒めてんのラッパーとしての資質を変わり見抜かれていたんです、ね、あの時決めたね、声を仕事にしようその場で思いつき嘘つくんじゃありません、本当に、私も修学旅行前日に、バイクで転びまして行けてないんですが、だから修学旅行っていうものがこうなんていうんですかね、どのようにその後の人生に影響を与えるのかいまいちピンときてないんです、人生影響どうですか、どうですか、うなぎさん、いやー修学旅行の影響は大したことはない本当だ、本当に大したことない、修学旅行がその後の人生に影響を与えてるってお前、言ってて恥ずかしくねえかちょっと待ってください、いるでしょうって、そういう人も別にいるかな、いるでしょう、そのお寺が綺麗で思って、それでなんかそういう、俺らちなみに、行く場所を高校の時は選んでよかったんで、尾道の、大林映画の聖地巡礼とかして楽しかったですけど、はいはい、それはいいですね、でもねすごい時間が余っちゃってやることないから、海辺に行って、とにかくその有り余る青春のリビドーを服を脱ぐことでしか表現できなかったそれはちょっとやっぱいいですね、全然人生には関係ないですよ、あでも中学旅行っていう大波の中ではなぎに相当する時間ですね、なぎです、なぎです、なぎです、はい、そんなこと、ね、まあ、ということで、まあなんだっけ、ゼンゲルベさんね、はい、あなたは勝ち組だと、じゃあ次にご紹介するのはですね、これはねちょっとなぎなのかどうなのか判断が、難しいところのメールなんですが、ちょっとぜひ冒頭のなぎな瞬間から始まったある出来事からちょっと物語が発展していくという様子をちょっとぜひ皆さんも、ね、一緒に共有していただきたい、これ私ですか、お願いいたします、ラジオネームミシェルガンエレファントカシマショートコさんからいただいた NAGI なぎ物語、どこも行けない、やることないなのでお金は多少貯まる、
そんな状況だったので7000円する高価な猫用のブラシをなんとなく買いました、うん、猫用ブラシ、うん、来る日も来る日もやることがないので猫にブラシをするなぎな日々ですが、高いだけあって猫がめちゃくちゃ喜ぶのです。気持ちいいのかね、やっぱね。そして野良猫で保護し飼い始めたためか、約10年飼っても懐かなかったその猫が今や自ら私に近づいてくるほどに懐き始めたのです、うん、よほど気持ちいいんだ ね、 でしょうね。そこで先日流行っている猫語翻訳アプリで猫語翻訳アプリってもんね、アプリで近づいてきた飼い猫の鳴き声を翻訳させたら、ああああ今から喧嘩だ獲物は目、獲物は目の前と翻訳されたので、本当に本当に懐いてるのか怪しいところがありますが、なぎな日々のおかげで私と飼い猫の日々は豊かになりました。これ猫語翻訳アプリのその精度というのがどの程度とかにも、ね、ありますけどね。今から喧嘩だ獲物は目の前いや、いくらなんでもさ、はい、威嚇系とそうじゃないのはさ区別つくでしょそこだけはね、なんぼなんでもちょっとね。いやでもこれ私面白いなと思ったら、猫の生活なんで、それこそ人間から見たらナギそのものなわけですよ。あ、そうですね、はい、いやそうか、いやそう見えます、猫の暮らしが、はいはいはい、俺らから見て、俺らが見て、いや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 大変なんじゃない、うん、あいつら、いやでも大変なんだってことがこれでもやっぱ分かりましたよね。ああ、そういうこと、そういうこと、はいはい、だからリラックスしてるに見えて、そうか、一日中寝ててねえ、はい、にゃーってね、幸せそうに見えて、うん、でもさ違うんじゃない、そのさにゃーんっつってこう気持ちいいと、すごく整った状態で、うん、そのまああのミシェルガンエレファント鹿島翔男さんには、うん、なんかその餌をくれるやつ、そして気持ちよくしてくれるやつということで、はい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 、まあなんていうかな、そばに寄ってやらんでもないような感じで、うん、ね、こう来るじゃない、うん、まあ、猫ってそういう感じでしょ、はい、でこう来てやりながら、おお、だいぶ整ってきたから、今からちょっと勝ち込みいくぞ今から喧嘩だ、うん、なんとか隣のなんとか組前から気になかったから勝ち込みだとか、うん、目の前だあいつら今の俺なら勝てるいけるぜっていう、うん、世界はワールドイズマイ、ワールドイズマインギャングスターじゃないですか、ギャングスターです、だからすごいギャングスター気分だからその、うん、あのトニーモンタナ気分になってんじゃないっていうふうに私は思いますけど、なるほどね、ラージな気持ちになってるかもしれないですね、うん、猫的にはね、猫ちゃんってだからそういうとこあんじゃん、やっぱありますよ正直、まあおミーっていうかさ、ミーって猫の文脈だと猫の名前の時にも結構つきがちな名前だから、ミーってミーイズマー、俺様みたいな、ね、マイのことね、はい、自分一番、はい、ミーアゲンストワールド、あー、トゥーパックの曲ですね、はい、うん、ギャングスターですね、トゥーパック、はい、ありますから、ありますね、だからサグなんですよね、さあ悪いですね、猫は本当に完全にこっちを殺す気でいるなっていう瞬間たまにしますから、ヒャー、はいはい、うん、上の方に登るとかの人、あの人たちは、そうそう、だからでもこのブラシがところいかにってことよ ね、 ね、気持ちいいんでしょうね、7000円も出すとやっぱりこれ、うなぎさんさ、ワンちゃんなんだっけ、はいはい、ビションフリーゼという犬種、ローリーと言います、うん、ローリー、はい、ローリーにもいいブラシでブラッシングしてるんですか、もうそうですね、毛が絡まりやすい犬種なので、うんうんうん、いろんなあのブラシで、うんうん、ここ口周りはこれとか、あ、違うんだ、はい、部位によって変わるんですか、まあ、人間だって部位によって違うでしょ、それはあの口周りって一番嫌がるので、うんうんうん、あの小さいブラシでやってあげるとか、うんうん、人間だって頭溶かすやつとですよ、ヒゲ溶かすやつ、口の中磨くやつ、口の底磨くやつ、うん、まあ、いろんな手入れするやつ、うん、まあ、違うでしょ、確かにそういうことです、犬ちゃんも違うですね、まあ、もワンちゃんこうなんていうの、翻訳アプリやったらやってみたいですね、やってみたいですね、ローリーがね、どうしよう、でも今から喧嘩だ、獲物は目の前とか言ってたらちょっと悲しいなWorld is mine 気まずくなんないかな、その後飼い犬として、うん、確かに、ね、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はですね、こう一日の中で訪れるなぎな時間ってあるよねっていうようなちょっと非常に味わい深いメールでございます、あのあれですね、はい、あのハマタイムみたいな感じ、あ、素晴らしい、なぎた、あ、素晴らしいですね、うん、はい、はい、そんな感じです、ラジオネーム南向きの鳩さんからいただいた NAGI なぎ物語、手の指を、もういきなりちょっとすごいあの俳句みたいな感じのね、うん、手の指を壁にぶつけた私のなぎ物語です、美しいですね、指をぶつけて1ヶ月くらいは指を動かすと痛みが残っていました、骨に異常があるのかと思い念のために整形外科の病院へ行きました、筋肉が少し傷ついているという診断結果になり、経過観察ということで通院することになりました、様子見るってやつね、うん、その病院は予約制ではなく整理券もありません、2時間の待ち時間を読書で潰していましたがほぼ集中できませんでした、集中できない理由はどのタイミングで呼ばれるのかわからないからです、あるね、病院 ね、 ありますね、名前を聞き逃して順番を飛ばされるのも嫌なのでイヤホンで音楽を聞くこともできず、スマホでゲームをする習慣がないので本当にやることがありませんでした、うん、ただただ待つ時間でした、ナギの時間でした、ナギタイム出た、ぼーっとするにも落ち着けないナギタイム、
そんなある日のナギタイムで試したのはスマホの検索サイトで本名を検索するということでした、うん、SNS やブログなどもやっていないし本名は比較的珍しい名前なので、うん、何か面白いものが出てくるかなと思いました。ヒットした検索結果の一覧に画数による姓名判断のサイトを見つけました、うん、そういえば姓名判断をした記憶がないなと思いそのサイトを覗いてみました。そして私の姓と名総画数の結果を見るとなんと大吉と書かれているではないですか。お無だったナギタイムが急にハッピーな時間へ変わりました。こんな大吉があるから今でもなんとか生きてこれたと気づきました。そしてその日の診断で指には問題がないということになり無事に通院は終わりました、うん、少し自分の名前が好きになったナギタイムでした。ストップナギタイテレビコマーシャルの話ですからね、皆さんね。はい、ね、これ良くないですか、これ。なんていうかな、その日指には問題がないと分かりっていう、はい、1から10まで何も起こってねえ感じというか、これはいいですし、はい、これはいいですね。ただその要はさ、ふとしたことで、要はね、ふとしたあれのおかげでこの路地入ったとか、そういうのに近いじゃないですか。怪我してなければ、うん、検索してなかったわけですよね。そうですね、うんうん、生命本能でいいって言われるのもね、うん、悪いって言われるようでは嬉しいよね。これも悪い気はしないですよね。どのぐらいで悪いって言われるのかね。ちゃんと言ってくれるのかな、そのサイトは。大体大吉さなのか、うんうん、それとも意外と正直に、うん、君の名前はマジ解明した方がいい。インターネットでそこまで言われたら嫌ですね。マジネス。今日とか出るんだよね。今日、うん、今日は今日でね、うん、今日。ちょっと今なんて答えていいかもよくわからない無造作のパスが来たのでちょっと無視しちゃいましたけど、ね、でもほら、うないさんってこういう空いた時間を過ごすのが下手だって前からおっしゃってるじゃないですか。ああ、最近目覚めたんだっけ？空いた時間を過ごすのが下手というか、何もしてない時間が嫌なんで。これ例えば病院で音楽聴けない、はい、で、まあゲームもじゃあできないとしましょう。はい。さあ、最悪。最悪。地獄ですね、私にとっては。地獄。地獄。結構地獄レベルの待ち時間かも。携帯ない。はい。そこに漫画も置いてない。はい。何もない。何もない。うん、みんなどうしてるんですか、むしろそういう時間。どうします、何もできない、楽しめますそんな時間。何今考えてますけど、どうします、なんかどうします、なんか爪の形でも。いや、爪は開きますよ。そう、どうしてるかね。考え事するんじゃないですか。考え事って何。あ、お風呂入ってる時とか気になる。お風呂、今お風呂って自宅だったらスマホとか。お風呂は、お風呂は感覚に意識を向ける。つまりその、つまり風呂とは、風呂とは感覚を味わうためのものなのだから、はいはいはい、ああ、今じんわりと温度がね、来てるなとか、油温ですね、油温ですね、今肌のここが気持ちいいなみたいな、その体のブショブショに意識を向けて、うん、その感覚を味わう。だから物を考えるというよりは、体の身体の方に意識を向ける。これ正しい感じよね。だけど、それってなんつうの、その状態の時の脳ってどうなってんですか、その感覚だけ押しで脳が支配されるってこと。だから気持ちいいですよ。そんなにでもその感覚を10分も味わえますか、うん、まあその気持ちいいって考える合間に、うん、あーちくしょうみたいな。その生光景がすごいじゃない。いろんななんか思い出して一日の出来事を、あのさ、海のすごい深いところでさ、はいはい、あの曖昧でボコーとか出てる。ああ、なんか空気が、ね、だから深海はすごい静かなんですよ、はいはい、すごい静かなんだけど、空気とかそのちょっとマグマみたいなのが、はい、曖昧でボコーってこう出てる。数万年前に溜まったマグマ。ああ、でもね、風呂入ってない、風呂入ってない、せっかく風呂入ってない。ああ、落ち着けですか。ああ、気持ちいい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 、よっしゃバシャーンって顔洗ったりしてね、うん、まあだから風呂はそうですよ。風呂はだから要は風呂というアクションをしてるから、かただ待ってるわけじゃないからさ、うん、なるほど。考え事とかすればいいんだ。歌詞でも書けばいいんですよ。歌詞でも、あ、歌詞を頭で考える、ラップを書けばいいんですよ。ラップを。なるほど。それは確かに歌丸さんのお仕事上は確かにね。いやだから違う、うないさんもあのアフターシックスのあれに乗せて歌詞を考えればいいんですよ。ああ、やったことないですね。自分でね。そう、寝る可能性あるけどね、あまりにノーツか、これ。あの普段使わないの、入眠シリーズ。入眠シリーズですね。ね、もうこのようにこういう感じでね、なるほど、人生っていうのは過ぎていくんでしょうね。確かに。でもこれ非常に豊かな時間だったんじゃないですか。1年、うん、
もうすぐ2年かコロナ禍になってなんかあっという間に感じますけども、うん、でもそれでも、うん、そうですよ元気よく、うん、なんとか我々ね、なんかまあまあ幸せ、そう我々はね、まあまあいいかもみたいな、そうですよ、そうしました、いい時間ね、思ったほどは悪くない、そういうことですよ、うんうん、というふうに思い返せるような、はい、ね、時間、特集になったらよかったのではないでしょうか。メールたくさんいただいたんで全然読めなかったな、ごめんなさい本当皆さん。だからつまりなぎ物語、はい、まだいけるってことじゃない、これやっちゃいますか、こんなに俺らが無駄話するコーナーになると思わなかったから共感できることがたくさんあるということです、そうです、あの好評なら、うん、第2弾第3弾とお送りしていきたいと思います、うん、以上なぎ物語でございました、はい、そして明日のこの時間はフューチャー&パストですが、午後8時30分からネット局のみの変則放送となります。そこでいつもリスナーの皆さんから1週間の振り返りメールをお送りいただいていますが、今回はこれからアトロクでやってほしい特集カルチャートークの企画フューチャー未来のメールを募集します。あ、だからコンバトレック宛に、いやナギは良かったよってこういうのもいいんじゃないですか、うん、ふざけんなと思う、うん、あんたの理解力が低いんじゃないですか、こういうね、うんうん、これは私は求めますね、お叱りのメールを、ね、強く求めますということで懸命にフューチャーメール、カタカナでフューチャーメールと記載して、企画タイトル、簡単な概要を歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。ガンガン紹介していきます。ということで NAGA GI なぎ物語、ね、よかった、いや皆さんの着眼点が素晴らしい、見落としがちなものを、そうそうそう、気づける力、さっき の, あ の,、ね、あの生命判断のところに行くやつとか、はい、やっぱこれがなぎ物語で価値ありっていうふうに見出す、うん、その着眼がすごいですよね、ということで大成功、第2弾は、え、第2弾はあるのか